愛媛県道179号湯山北条線の紹介をしていきます。愛媛県道179号湯山北条線は終点側からスタートしていきます。国道196号北条難波からスタートしていきます。北条の難波から北条の旧の市街地を通っていきます。花遍路の町、風早の町を通っていきます。狭い商店街の中を無理やり2車線にした感じで、街中には教習所並みのクランクカーブがあるのが名物となっています。クランクカーブを越えると北条の商店街辻町を越え、多摩川との分岐、そして中須賀の方へと向かって走っていきます。淡河原まで 5.3 キロ、深海の町、柳原の町と越えていきます。淡河原まで来ると一旦県道347号、県道20号線と重複していきます。難波から淡河原まで 5.3 キロ走っていきます。その後県道347号、県道20号松山北条線と 7.4 キロ重複して山を登っていきます。五明の方に登っていきます。五明からは再び湯山柳に向かって下っていくこととなります。五明から先はレインボーハイランドの入り口のあたりに出ます。その先には五明神社があり、五明川に沿って降りていきます。沿線には五明神社があります。県道179号は全線2車線整った道となっています。後半はカーブがきつい部分があるので気をつけて走行してください。最後、石手川ダムの湖畔が見えてくると間もなく起点側の湯山柳に到達します。五明から湯山柳までは4キロの道となっています。県道179号単体だと 9.3 キロの道、重複区間を合わせると北条から湯山柳まで 16.7 キロの道となっています。ご視聴ありがとうございました。